いやなんかそのコミケとかでもそういうサービスしてたんだよ。なんかコミケにそのすごい大きめのやつをなんかこう置いて、なんかそこにプロジェクションマッピングでホログラムでそのキャラクターを投影してなんかおしゃべりできるみたいなのを置いてたんだって。すごいよね。またやってくんないかな。ねえ、行ったらさ、ミコたちと喋れるとかめっちゃすごくない？ねえ、ハロー。ねえ、イベントとかでやってほしいよね。一応、推しトーク、それ推しトークでやって、いや、それやばすぎるな。普通にホロライブが開催してほしいレベル。それ買ったらさ、そういうイベントできるようになるよね。ねえ、当日そこに来てもらってさ、喋るみたいな。おもろそう。まあ、いつかやってみたいですね。黙れって言われたい。やはろおめこっち、来たよー。邪魔で次やはろおめこっち、ちょっと好きで、この配信を見てて、ぷーん、あ、もう一分です。邪魔で次かわいそう。かわいそう。そうなんだ。ありがとうね。ありがとうね。邪魔ね。俺が何したってんだ。ねえ。なんか、ジャバネーのさ、スタンプ欲しいってポーポーが言ってた。喋る LINE のスタンプ、面白そうって言ってた。確かに。全部の会話を途切れさせる、ミコのスタンプ。やっはろー、始まるよー。おめぇ、ファッキュー。Why do you love?